皆さん、こんにちは。先日10月15日に行われた道のくプロレス岩手県矢巾町大会メインイベントは、東北ジュニア王者藤田ジュニア隼人選手と IWGP ジュニア王者の高橋ひろむ選手のスペシャルシングルマッチ、隼人選手たっての希望で実現したドリームカード。その裏には隼人選手のレスラー人生をかけた並々ならぬ思いがありました。今回は両者のシングルマッチ、隼人選手の思い、ひろむ選手の言葉についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。道のくプロレスに所属する隼人選手は、昨年7月1日に長期欠場から復活を遂げ、その復帰戦で東北ジュニアヘビー級王座を獲得。さらに今年7月1日には初参戦の団体グレートで UWF ルール王座を奪取しました。復帰1年で2冠獲得の快挙。しかも隼人選手の欠場期間はトータルで5年にも及ぶものでした。欠場の原因は怪我、そして癌でした。少年時代の隼人選手にはすでにゴッドファーザージュニアというリングネームがあり、障害者プロレス団体ドッグレックスに父と共に参戦。隼人選手のご両親は障害を持っていました。ドッグレックスはプロレスと言いつつも中身は総合格闘技と語る隼人選手。中学卒業後そのままプロレスラーになろうと考えていたものの、高校に入ってくれと頼まれたことでレスリングの強豪自由が丘学園に入学し、レスリングに打ち込みます。すでに高1の時点で道のくプロレスにスカウトされていた隼人選手、ちょうどザ・グレート・サスケ選手が議員に、新崎人生選手が社長になり、新しい選手が欲しいというタイミングでもあったのです。デビュー後は様々なタイトルを獲得、新日本プロレスのジュニアヘビー級リーグ戦にも出場するなど活躍を見せました。武器は打撃とサブミッション、ゴツゴツとした武骨な戦いが身上で、僕がデビューした時からそうだったんですけど、やっぱり綺麗な技で華麗な試合をする選手が多かったんです。僕はそういうのが好きじゃなくて、興行の中で第一試合からメインまでずっとそんな試合だと印象が薄れますよね。そこに蹴り一発で KO するような試合があったらインパクトを残せると語る隼人選手ですが、試合中膝を負傷したのは他団体の試合。2017年01恒例のリーグ戦火祭りにエントリーし、大谷慎二郎選手との対戦中に左膝がバチンと大きな音を立てました。最前列で見てたお客さんが、今の音何って驚いてました。一瞬でこれはダメだって分かりましたね。内側靭帯、外側靭帯どっちも断裂ですと大怪我だったことを明かしていましたが、実はその前から夜も眠れないくらい腰に痛みがある、レスラーだから痛い場所があるのは当然だと思っていたそうですが、腰をかばいながら試合を重ねているうちに膝にも負担がかかっていたのです。その後病院で膝の手術をすることになるのですが、隼人選手はその前に腰を見てほしいんですと伝えたそう。最初はヘルニアだろうということで腰の手術をして、膝の手術、そこからリハビリを始めるも、腰の痛みは一向に引かないまま、切ったから痛いのか、もっと中から来る痛みなのか、レスラーならではの違いに違和感を覚え、検査をしたところ癌が発覚。脊髄腫瘍、髄内腫瘍、上位腫、腰と臀部の間あたりにできていた腫瘍が痛みの原因でした。初めは放射線と抗がん剤による治療、しかし最終的には手術に踏み切り、ヘルニアだと思われていた腫瘍を除去すると、それよりも大きな腫瘍が出てきたのです。手術は神経を切って、そこに自分の細胞をはめて血液で固めたというのですが、手術の時点でもう一度リングに上がることを前提にしていたため、一般でははプレートを入れるのですが、受け身を取った時にプレートが割れるかもしれないことを考慮し、このような処置に変更したのです。ただ癌であることは最初は誰にも言えず、両親にも伝えていなかったそうです。学生時代の素行不良などもあり、これ以上心配をかけれないと思った上での判断だったのでしょう。癌宣告の際にも両親を呼ぶことを拒否し、一人で受け止めました。団体にも癌のことは伝えず、負傷欠場だと思っていた新崎選手からはそろそろ復帰できそうかという連絡が何度も来たことで、ごまかしが効かないと思った隼人選手は新崎選手、それから親にも癌を報告。最初は引退と同時に発表しようと思っていたそうですが、団体が支援興行をやってくれることになり、ファンの人たちにも伝えようと決意しました。
2019年には1試合限定での復帰戦。そこから3年を経て、2022年7月1日に本格復帰を果たした隼人選手は、とにかく試合がしたかったです。それで引退になるにしても、挨拶とかじゃなく公式戦がしたかった。もし下半身が動かなければ、ドッグレックスと同じ形式でもいいからって、と語っていましたが、手術をして目が覚めた時は、下半身の感覚が全くなく、あの時は本当に絶望感しかなかった。隼人選手は振り返ります。本格復帰戦でいきなり、東北ジュニアヘビー級王座に挑戦。望んだのは隼人選手自身でした。負担の少ない6人タッグとかで、お帰り、ムードで、試合することもできたんでしょうけど、それは違うなって、そういう試合だった。そこで満足して引退してたと思います。僕が思ったのは、この、復帰、ストーリーだったら、タイトルマッチの方が盛り上がるなと、団体とも毎日、話をして、絶対に盛り上げるから、タイトルマッチをやらせてほしいと、そう語る隼人選手は、その復帰戦で武蔵選手からタイトルを奪取、週刊プロレスの表紙を飾りました。試合の前には、1週間ほどかけて病院で検査を行い、そこで OK が出て初めて、リングに上がることができる状態で、試合後も検査しており、基本的には月に1回、2日でまとめて2試合のペースなら、ということで許可が出ているそう。とにかく今は自分が好きなプロレスを楽しみたい。その楽しんでいる姿をファンに楽しんでほしいと語り、今の自分はいつプロレスができなくなるかわからないので、毎回これが最後かもしれないと思ってます。だからまず自分が楽しませてもらってます、というように隼人選手の闘志はいつ尽きてもおかしくない現状。一戦一戦、一日一日がかけがえのない日々なのです。そんな隼人選手がヒロム選手との対戦を熱望したのは昨年5月、プロレス格闘技専門チャンネルファイティング TV サムライで放送された速報バトルメンにヒロム選手がゲスト出演し、その際に隼人選手は番組へ、ヒロムさんお久しぶりです、 7.1 に復帰が決まったんで、俺が復帰してタイミングが合えば2人で試合をしてプロレス界を盛り上げましょう、とメッセージを送ってファンを驚かせました。隼人選手は当時から、俺が休んでる時にヒロム君の試合を見てたら面白くて何よりもかっこいいし花があるよねと称賛していました。ヒロム選手自身の X でお褒めの言葉、持ってたとしてもすごく嬉しいと泣き絵文字とともに対戦を熱望されたことを喜び、さらにやるやる詐欺にしたくないので道のくプロレス様よろしくお願いいたしますと道のくプロレスにお願いする前向きな返答をしていました。そして今年3月に開催されたジュニア夢の祭典オールスタージュニアフェスティバル2023で初めて2人は隣に並ぶ、ノアの天草選手と共にトリオを結成、俺の両サイドは花があってめっちゃかっけえと思った、刺激になったよね、見た目も華やかだしオーラもすごいから俺が一番目立ってやろうと思ったと振り返っていました。7月の道のくプロレス矢幅大会で東北ジュニアヘビー級王座の2度目の防衛後にヒロム選手をリングに呼び込んで両者が待望していた夢のシングルマッチが電撃決定、やっとこの時が来たかという特別な感情になった隼人選手、その一方でこのシングルマッチにたどり着けるとは思ってなかった気持ちもあったそうです。ヒロムと戦いたい選手なんて腐るほどいる、口に出すか出さないかの問題で口に出したのがたまたま俺だった、ジュニアオールスターとかもよくわからないで名前も出してたからチャンスあるかもってなったから、こういう流れになったかもしれないと説明し、その上でだけどこれはずっと言ってるけどヒロムが俺と戦うメリットがなさすぎて、体が丈夫なやつもたくさんいる中で俺なんかと戦わなくてもいい試合できるし盛り上がると思う、まさかこんな日が来ると思わなかったから俺すげえってなったよねと笑みをこぼしました。以前からヒロム選手との対戦が実現すれば今の新日本にない試合をできると思う、圧倒的に勝つならば俺みたいなスタイルと自信の言葉を口にしており、その気持ちは今も変わらず格闘技に対する気持ちで俺よりも上なやつはいないと思う、負ける気はしないと語っていました。二人とも王者で迎える夢のシングルマッチは純粋に格闘技やプロレスを楽しんで見てほしいと言い、舞台は整った感じ、俺が勝つとか負けるとか
ヒロムが勝つとか負けるとかではなく、格闘技を楽しんでほしい。俺とヒロムが戦うことで楽しませるだけの自信もある。そしてこの試合を見れば自然と感動もするし、自然と盛り上がると思うと意気込み、さらに自分の体を使って命を削って戦っているものがこういうものだということを体感してほしいと続けました。そして自身にとってこの一戦がレスラー人生の中でも大一番の覚悟で戦うと明言し、ファンの人とか業界の人は楽しみにしてくれているけど、自分のレスラー人生の大一番じゃないけど、それなりの覚悟がある、その生き様を見てほしいと話しました。一方のヒロム選手は、双方の団体へのメリットデメリットみたいな複雑なことはいらないですね、だったらスペシャルシングルマッチの方がお互いにすっきりできて何も考えずにぶつかり合えるんじゃないかなと、タイトルマッチの肩書きは必要ないと力説し、いろいろ調べて映像も見て、すげえ生き方をしてきた人なんだなって泣きましたね。感情移入してしまって、プロレスラーでこんなかっこいい人いたんだと、この人の生き様をリング上で感じてみたいというのはすごい思いましたねと振り返りました。隼人選手はガンで3年以上、ヒロム選手は首の骨折で1年半、欠場を余儀なくされた過去も、お互いにあ、もう俺プロレスできないんだなって思った瞬間があった者同士、分かるもの、感じるものがあるんじゃないかなと。隼人選手はもうゴールを決めてて、2023年は勝負の年になるってインタビューで読んだんです。高橋ヒロムと触れ合う楽しさを知らないままゴールを迎えてほしくないなって思ったのがでかいですねと語っていました。チケットが全て売り切れとなった矢幅大会、1250人超満員のプロレスファンの大隼人コールでメインは始まり、序盤はほぼ打撃のみの意地の張り合い、そこで優勢となった隼人選手が得意の蹴りや必殺の KID で勝利を狙いますが、ヒロム選手はロープエスケート、その後コーナーポストにデスバレーボムなどで徐々にヒロム選手のペースになると、終盤にヒロムちゃんボンバーを連発で叩き込みますが、意地でも立ち上がる隼人選手、最後はタイムボム2で3カウント、29分を超える激闘をヒロム選手が制しました。試合後にマイクを持ったヒロム選手は、藤田ジュニア隼人選手、俺と戦いたいと言ってくれてありがとうございましたと開口一番で感謝し、こういう時になんて言ったらいいかわからないけど、明日の試合がどうなるかわからない病気や怪我などいろいろあるかもしれないけど、明日なんかわからない命をかけて戦っている隼人選手は宇宙一かっこいいですと称賛。その後ファンに感謝した上で、もう一つだけお礼を言わせてください、こんなにかっこよくて尊敬できる人と出会えたのは藤田ジュニア隼人選手のお父様お母様がいてこそです、ありがとうございますと隼人選手の両親にも感謝し、そのままリングを置いて隼人選手の両親の席まで駆け寄り、世界最高の息子さんですね、本当にありがとうございましたと再敬礼すると、隼人選手の両親は涙を流していました。再びリングに戻って、隼人さん、あんたが締めてくれよと隼人選手にマイクを預けると、俺と試合するなんて何のメリットもないのにストレートに試合を受けてくれた高橋ヒロム選手、俺の欠場している間、車椅子で生活している間、あなたを見て車椅子で生活を乗り切りました、こうして歩けるようになって試合をできるような体になって帰ってこれた、あなたとここに来てくれてくれてるファンの皆様、そして俺の帰りを待ってくれていた道のくプロレスのスタッフ、関係者、選手のおかげです、本当にありがとうございますと感情を抑えきれず声を震わせました。今日引退してもいいと思って毎試合リングに上がっています、今日もそのつもりでいました、こんな最強でかっこいいやつに負けたまま終わるのは俺っぽくないので、あなたを追いかけて勝つまで引退しないでおこうかなと思える試合ができてマジで幸せです、本当にありがとうございましたと試合後の心情を吐露してヒロム選手と抱擁。最後にプロレスラーの藤田ジュニア隼人は、高橋ヒロムに勝つまで諦めませんからよろしくお願いします、今日は皆様高橋ヒロム選手ありがとうございましたと大会を締めました。バックステージで隼人選手は、マジで辛いんです、誰にも分かってもらえないこの辛さ、俺の戦っている姿を見て明日の希望になったり嫌なことが忘れられるならそれでいいですと話し始め、この怖い日々をどうやって
乗り越えていくかといったら、自分で仕掛けるしかないです。マジで夢は掴みに行かないと降りてこないかと。夢は自分で叶えに行かないと。だから俺は団体がどうのこうのとか関係ない、好き勝手言い続けて、対戦するまで言い続ける、勝つまで言い続ける、それが俺だと続けました。今のプロレス界、感じていることを口にした隼人選手は、別に綺麗なプロレスができるわけでもない、華麗なプロレスができるわけでもない、ストレートな殴り合い蹴り合いしかできないけど、それでも伝わるプロレスがあるってことを俺は証明したい。マジでプロレスのリングに上がれることを、舐めてる選手が多すぎる。プロレスのリングが最強ってことを俺が証明したいと思う、と力強い言葉を発し、欠場中に憧れていた高橋宏武と同じリングで戦えるなんて、叶えられるなんて思ってなかった。高橋宏武を見た時は車椅子生活ですから、あの時の俺にもう一回会えるなら、マジで諦めるなって、先生に嘘でも殺してくれなんて言うなってもう一回言ってやりたい。本当に幸せだったと涙ながらに話し、俺の親父母親にあんなお礼をしてくれる選手なんて他にはいなかった、本当に感謝してます、人生の後輩とか関係なく本当に大好きです、と笑顔でヒロム選手と握手を交わし、そして叶うかわからないけど、ガキの時から夢である東京ドームに出たい、その相手が高橋ヒロムかわからないけど、怒られてもいいので仕掛けますよ、どうせ長くできるかわからない体なので後悔しないように行きますよ、と新たな目標を掲げました。試合を振り返り、倒れなかったのは悔しいけど、あんだけ丈夫なやつマジで蹴りがいもあるし、もっと行けばよかったよ、終わってみれば後悔しかない、反省点しかない、次がやりてえ、と反省の言葉を並べ、プロレスって不思議、やめなきゃと思ってもやりたくなって、やっぱプロレスが好きなんすね、ああやっていつも俺の前には高い壁が現れて悔しいね、もちろん高橋宏武を勝てると思ったり勝てないと思ったりと複雑な思いだったけど、やっぱ今日そんな強いやつに勝つ日まで見届けてくれたらストーリーにもなるでしょう。道のくプロレスに藤田ジュニア隼人はまだまだやめません。いつやめるか分かりませんが、命かけてやるので、道のくを守ってもっと上のステージに俺が連れてってやる。ガンダローも骨が折れてようが神経が切れてようが関係ねえ、俺が証明してやると、隼人選手らしい言葉を並べました。道のくプロレス冬の風物詩、宇宙大戦争の参戦にも意欲を見せたヒロム選手、次に二人の交わる日はそう遠くないでしょう。これからも命の火を燃やし続け、我々にその生き様を届けてくれることでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は両者のシングルマッチ、隼人選手の思い、ヒロム選手の言葉についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。